よし、ブローヤ。We will start amazing performance. 朝日をいいこちらに戻ってきます。さあ、上空ロールしながら、よしが戻ってきます。さあ、ポイントロール、そしてコンティニューロール。交換をしながら、加速をして、さあ、帰ってきます。ロックオン。そして、上昇開始。さあ、綺麗な弧を描いて、よしは、円を作って、頂上です。ランプロール。そして、ここで、はい、アウトサイドリー。さあ、機体は背面です。さあマイナス G の中2、はい、よしが、はい、会場手の方で再び上昇していきます。さあ回転して、はい、あれ背面の方向に回っています。これはアウトサイドターン、マイナスの G、 ものすごい状態でかかっていました。さあ上昇しながらポイントロール、ぐるっと回って、はい、リバース9番エイト。さあ、そして左手から低く降りてきて、さあ、来ましたよ。ゆっくりとした速度で、スローロー。さあ、そしてそこから、はい、再び旋回をして、ロールをしながら方向変換、ローリングターン。さあ戻ってきた。はい、そして気持ちよさそうにバレルロールをして会場を離脱します。高いところ上がっています。さあこの後小さく、宙返りをして室屋ホイールに入ります。さあ始まったようですよ。さあ来ました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12回回りました。皆さんどうか大きな拍手をお願いします。さあよし戻ってきて、さあここからはスーパーマシンでエクソンのパフォーマンスをフルに生かした演技が続きます。機体は垂直に、はい、そして速度がなくなり、ここでひらひらと、はい、この葉のようにフラットスピン。さあそしてここで機体を斜めに入れて、はい、ナイフエッジスピンから背面の、はい、背面のフラットスピンに入っています。まだ回ってます。そしてそのまま、はい、スポーク1、2、3、4、バーチカルフォーポイント。そして再び速度がなくなり、ここで再びハンマーヘッド、そしてもう一回回ってダブルハンマーヘッド。さあ降下をして、そしてマイナスの引き起こし、さあインバーテスト、そして時計の秒針を刻むように、はい、ギザギザのロールを見せてくれます。さあここで再び離れ技、ここで、はい、ファンブル、もう一回ハーフループからインサイドタンブル、アウトサイドタンブルの連続コンビネーション。コックピットには上下左右から G が入れ替わる、大変非常に負担のかかる技、見事に決めてくれました。さあ今度は角度を変えてラムシェバック。さあ4回はラムシェのインバーテッドのフラットスピン、そのまま機体を背面のまま維持しています。そして再び力技、ここで背面のコブラ、マイナス G、 はい、吉が戦っています。さあそして、はい、ぐるっと回りました。さあまだ回っています。
会場右から速度をつけてスポーコンやってきました。さあここで調子を開始。さあここで難しいスナップロール垂直の状態で、はい、行きましょう。そして公式演で通過。さあそしてバーティカルターン再び、さあパイロンを目指していきます。はい、そして今、はい、パイロンを通過していきました。右ではヨシが、ヨシが低く取りに行きます。皆さんカメラの準備はよろしいでしょうか。スモークオン、お腹を見せてのナイフ。コクピットの様子にご注目。はい、よし、OK、皆さんに手をさあ